ピンチを迎えました田中です。バッター内川、後になると危ないですね、うん、インサイドのストレートでした。アウトローのストレート落とした、空振り三振。まず今日一つ目の三振を奪いました田中。ツーアウトランナー二塁です。フォークボールで三振を奪いました。真ん中からストンと落ちました。さすがの内川もインコースのストレート続けます。落としました、追い込んだ、落とした、空振り三振。連続三振でピンチをしのぎました。涼しい顔でベンチに戻っていきます。怖い3番4番と連続三振、三振を狙いに行ってきっちり三振を奪うんですから、はい、素晴らしいところにコントロールされましたよね、はい、素晴らしいピッチャー田中の立ち上がりです。1回の表ホークス0点です。はい、力で圧倒しましたよね。そうですね、ここで三振取れたらカブレラに対して2球目です。ちょっとこう様子を見ながらってところあるんですけども、はい、今日は2人に限って言うとちょっと違いますね。スライダー空振り三振、これで先ほどの回から通じて3者連続三振です。まあ、その気合の乗り方、もう先を見てというよりはもう絶対先に点は取られないんだという、はい、もう今年本当に出てきたところで、まあ、よくこうマウンドでこう、まあ、いい穏やかな感じで投げてる感じですね。そうですね、ですから最近そのおたけびというのは急で追い込んでいます。空振り三振、3球三振で4つ目の三振を奪いました田中です。杉内とは対照的に非常にいい形でこの序盤3回を投げています。まあ、投げたいボールが投げたいように投げられているという形でいいですかね。大の争い両ピッチャーなんですが、5点がこの田中に入りました。追加図を内村、そして下位の牧田、聖沢、上位も下位もという楽天です。フォークボールが、あー、そうですか、はい、表情が少し柔らかくなりましたね。空振り三振、インコースすっと抜けるようなボールでした。ワンアウト、空振り三振で今日5つ目の三振を奪いました。ここは万全で中向いたり持ってきたということで、まあ、1試合任せたいという気持ちですね。まあ、やや連投が続いている、特に青山も5試合連続で投げてますので ね、はい、休ませてあげたいですよね。そうですね、まあ、長い藤原が離脱という中でのピッチングスタッフ、いいコース、バッター内川、ハーフスイングは回りました、三振、連続三振で6つ目、強打者内川も打ち取りました。ツーアウトランナーありません。切れてるんでしょうね、よく落ちますね、止まりません。これはスライダーですか、はい、縦スラってやつですね、うん、ちょっとこういう二塁打も生まれますからね。チーム2本目のヒット、ストレート空振り、落とした、変化球、ハーフスイングはバットは回りました、三振、7つ目の三振を奪いました。バット止まりませんでした。ワンアウトランナー二塁、ここはスライダーですか、まあ、ちょっとこう挟んでますかね。いや、スライダーですね、です、はい、天という成績です。落とした、空振り三振、8つ目の三振を奪いました。ツーアウト満塁に変わります。違いを見せつけました。もう三振を取りに来ましたね、はい、打たせて取るということではなくて三振を取りに、踏ん張りどころと
感じているでしょう。バッター川崎、中途半端なスイングで空振りです。満塁のピンチです。2球目連続で空振り。今日ヒットの川崎にストレート、空振り三振、三球三振で締めました。満塁のピンチをしのぎ切りました田中、今日9個目の三振です。この回のアウト3つ全てを三振で奪いました。5対0、ソフトバンクこのピンチ生かすことができませんでした。ソフトバンクサイド、バッターボックスこの回は2番の本田からです。もちろんこの回もマウンド上は田中将大。抜いたボールです。おお、やはりねこれまあ5点何かこう楽勝かなという雰囲気がだんだんって2本のヒットで作りました。7回も8回も9回も毎回ヒットをね、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、10個目2桁の三振を奪いましたピッチャー田中、ワンアウトです。バットに当てるのが非常にうまい本田でも、このよく終盤になると9回に外野を入れ替えたりとかするんですよ、はい、なるほど、はい、ちょっと弦を担ぐ的なものもあるのかもしれません、はい、ちょっとこうびっくりしましたね。なるほどね。バッター小久保です。万全ではないという話も伝わってきますが、ズバッと決まりました。連続三振、11個目の三振でこの6回のイニングを終えました田中です。6回の表終わりました。5対0です。素晴らしいストレートがインローに決まりました。これはさすがの小久保でも手が出ませんでした。三振締めで6回の表終了、5対0楽天リードです。最少が97球で9回を投げ終えたというのがロッテ戦であります。打たせて取る、2、3球で、あ、まあ、そんな面白い話は想像できるはずという意識が頭にあるかもしれません。あの低めの変化球で来ると思いますよ。ストレート、空振り三振、12個目。先頭バッター、先ほどツーベースのお返しと言わんばかりに三振を奪いました田中です。非常に窮屈なスイングをさせました。ショーがあまり良くないオーディズ、アウトコース落として空振り、セカンドランナーを見て投げました。直球で行きました、ファウル。リーダーのオーディズに対してピッチャー田中が投げました。高めのボール、投球第6球をオーディズに投げました。高めのボール、オーティズに対して投球7球目落とした、空振り三振。やはりピンチは三振で切り抜ける今日の田中、13個目の三振を奪いました。ランナー2人残塁に終わったソフトバンクホークスです。7回の表終了、5対0楽天がリードしています。田中の投球内、その後6回からまた締め直してますよね、はい、気を抜くというよりね、ちょっとね、まあ、目いっぱい投げるというよりは、はい、まあ、いずれも三振で切り抜けています。13個の三振を奪っている。外に決まるスライダーが良くなりましたよね、うん、空振り三振、14個目。先頭の川崎を三振に打ち取りました。ボールの軌道を見るともうオリンピックの北京の時のね、アマチュアで唯一呼んだというのが長谷部でした、はい、当時できたわけです。プロ5年目になります長谷部。4年もかかってしまったんですけども、はい、もうそろそろ結果を出してほしい。際どい、球審小林の右手は上がりませんでした。まあよく打ち、かもこれ見ましたよね。見ましたね、うん、おただ、まあ、表情は変えません。ま
いいですね、こうキリッとしているところが、はい、フルカウントです。投球6球目変化球空振り三振、15個目、今季最多8イニング全て到達しました田中です。8回の表ソフトバンク0点。ご覧いただきましょう、スライダーが真ん中、ね、タイミング合いませんでした、内川。田中の完封勝利まであとアウト3つ、そしてチームの7連勝までアウトあと3つとなりました。9回のマウンドにももちろん田中将大が立っています。自己最多ということになりますね。初球から、あ、でもケースターは空振り三振で16個目を奪いました。自己最多の16個目さあ本人が気づいているかどうか。三振を奪いました。だというすごい武器を持ってますからね。前にこぼします、まあ、前回の杉内の空振り三振、ランナースタートしていますが三振で17個目、ツーアウトランナー二塁と変わります。また三振の数が増えました、まあ、面白いようにバットが空を切りますね。すごいペースですよ、うん、毎回これで最後田村を三振で締めると18三振ですから、はい、毎回2個取るということですから、はい、そういうことになりますね、まあ、17でも当然すごいんですけど、すでに17ですとパ・リーグ記録が19が元オリックスの野田さんがですね、はいはいはい、マークしておりますけれども、そこには残念ながら今日は届きませんが、18だと単独2位というパ・リーグ記録になります。から振り逃げとかいうのがなんとかつけば可能性はありますけど、そうですね、はい、さあ7番バッターの田村が打席に入ります。一つの高めのボール、釣り玉で空振り、ワンボールツーストライクです。ここで150キロですか、あ、出ました、素晴らしいピッチャーになりましたね。すごいですね、言葉出ません。これだけもうファンが求められているときに、そうですね、投球で応えている。ワンボールツーストライクから投球4球目を投げました。アウトコース空振り三振、18個目の三振で締めました田中将大、チーム7連勝、自身と背番号同じ18個の三振で締めています。5対0、東北楽天ゴールデンイーグルス快勝で7連勝。